ジャン・アンリカジメール・ファーブルは、フランスの博物学者であり、また、教科書作家、学校教師、詩人としても、業績を残した。昆虫の行動研究の先駆者であり、研究成果をまとめた、昆虫記で有名である。同時に作曲活動をし、プロバンス語文芸復興の詩人としても知られる。1823年12月21日、 南フランスのアベロン県にあるカンソンサン・レオンに生まれ、3歳のトキサンソンにある祖父母のもとに預けられ、大自然に囲まれて育った。7歳の時祖父母のいるマラバルから呼び戻され、父母と弟のフレデリックの4人で暮らせるようになり、小学校に入学した。父の家業が失敗し、14歳で学校を中退するが、市販学校を出て中学の教師になり、物理学。 科学の普及書を表した。コルシカ島、アビニョンを経て、セリニアンで暮らし、様々な昆虫の観察を行い、それらをまとめて発表したのが、昆虫記である。ファーブルが生きていた当時、代表作である、昆虫記が、ノーベル文学賞の候補に上がるなど文学者としては、評価されていた。その反面、博物学者としての彼の業績は、祖国フランスではあまり理解されなかった。 しかし、ファーブルの開拓した行動学的研究は、その後フランスよりも、カール・フォン・フリッシュや、コンラート・ローレンツのようなドイツ語圏、あるいはニコティンバーゲンのようなオランダ語圏の研究者に継承されて、発展を遂げることになった。また、古くからの昆虫愛好文化を持つ日本でも読まれ、昆虫学の普及に役立った。ナダールの撮影によるアンギ・ファーブル・ファーブルは、ギリシア、ローマ、 パレスチナ、サラセンの文化に培われた、プロバンスの地に生涯を送った、ファーブルの父方の祖父は、羊飼いや小作人を抱えたそれなりの経営規模の自作農であったが、そこから自立して、農場を離れた父のアントワーヌ・ファーブルは定職につけず、様々な手伝い仕事を転々とした。母のビクトワール・ジョルゲは、大規模な自作農であった妻の実家、サルグ家に、 経済的炎上を仰ぎ、妻の婦人用革手袋作りの内職で生計を立てるなど、一家の生活は貧しかった。サンレオンの家で生まれた。ファーブルは4歳から7歳までの間、弟のフレデリックの育児や母の内職を妨げないために2 0トルほど離れた父の郷里マラバルの祖父の家に預けられた。自然豊かな環境で育ったことが、 その後の人生に影響を与えたと言われている。7歳になって学校に行くためにサンレオンの父の家に戻り、フランス語の読み書きを身につけた。1833年、ファーブルが10歳の時に一家はサンレオンを離れ、アベロン県の県庁所在地ロデズに出てカフェを開業した。以前一家は貧しかったが、両親が教育には理解があったこと。 王立中学校の礼拝堂で司祭のミサを手助けして、聖火隊の役を務めることを条件に学費が免除されたこともあって、中学校に進学、ラテン語とキリシア語で優秀な成績を収めた。しかし接客の下手な両親のカフェ経営は失敗し、一年、足らずで店を畳んでロデゾを離れることとなった。父は、その後オーベルニュ、トゥールーズ、 モンペリエと各地を転々としながらカフェを開いては失敗を重ねていった。ファーブルは父の回転先の一つであったトゥルーズの SQ 神学校で再び授業料免除の入学を認められて中学2年に相当する第5学級を終えたが15歳で一家は離散状態となり肉体労働でここをしのぎながら独学で学問を続けることとなる。 1840年にファーブルは、アビニョンに滞在していた時に、そこの市販学校で学生を募集していることを知り、入学試験を受け取りで合格する。3年後には、市販学校を主席で、卒業、1842年の春、小学校上級教員免除を取得した。その後、もう一段上の仕事へ就くために、独学で数学と物理、科学をも習得した。 しかし、こんな間にも、昆虫のことは、頭から離れなかった。カルパントラのビクトル融合学院で数学と、物理学の教師になり、1844年、21歳で、同じ学院の教師である2歳年上のマリー・セザリーヌ、ビアーヌと結婚する。両親は、この結婚にひどく反対した。この時期に、最初の娘と息子を設けるも、幼いうちに亡くしている。 その後、コルシカ島の大学に進み数学を研究しながらも昆虫学に傾倒していく。アビニョン、高教育と教育外教育独立の兆しい間や確実な知識を携えたファーブルは自分の進むべき分野を決めた。科学においては昆虫の行動学、つまり虫の習性の研究に情熱を傾けたが、また優れた教育者としての研鑽も同じほどに続けられていった。 アビニョンのリセで物理科学の教師として18年間教師を務めたファーブルはこうして多くの学識経験を積み重ねていった。ファーブルはアビニョンに任命されたことを喜んだ。それは郊外のロベルティの農家に両親や弟が住んでいたからでもあった。両親はやっとそこで落ち着いた生活を20年間送った。しかし何にも増して大きな喜びは アビニョンという地中海的な動植物の豊かな生息地に立ったことである。振り返ってみると、ファーブルの経てきた道のりは常に雄大なバントさんが見える光あふれた場所への回帰のためであったことがわかる。アビニョン滞在の2年目に、ファーブルはモキャンタンドンの忠告に応えて、きっぱりと数学教授資格の受験を放棄して、 自然科学の道を選ぶと自然理学士合試験に臨んだ。1854年8月1日、彼は弟に手紙を書き送っている。トゥールーズから今戻ってきたところだ。今度の試験は今までのうちで最高の出来であった。学士として承認され、審査員から身に余る賛事を受け、試験費用は免除された。試験内容は予想外に高度であった。この成功は 将来の目的を推進するのに大いに役立ち、次の重要な段階である博士号への道を開いた。教師は通常大学教授資格か博士号の受験を選択することができる。もしファーブルが大学教授資格試験を選ぶならば膨大な知識をもたらすが、しかし個人的な研究の方は断念せざるを得なくなる。ファーブルにとって知識を深めるとは同時に、 自分のテーマで研究することである。博士号を選んだ彼の論文の主題は、ターシ類における生殖器官と発達の解剖学的研究であった。パリで行われた博士論文の高等審査員は、国立自然史博物館の教授ヘンリミルヌ、エドワーズ、イジドール・ジョフロア・サン・ティレールと植物学者のパイエと、いった早々たるメンバーであった。歓迎により、論文には、 第二のテーマが必要であり、ファーブルが選んだ植物学の研究はヒーマンテグロッサム・ハースイナムにおける会計の研究であった。植物学においても動物学同様、ファーブルは大学独特の表現法に従った。それは厳しい規則に則っ,った正確な書き方が要請され、文学風の文体は認められなかった。こういったモンキリ型の書体を体験したファーブルは、 生徒にも将来のためにそれを伝授した。これらの論文が認められ、ファーブルは博物学の博士号を取得した。これは1855年のことであり、この年はファーブルにとって研究の面では幸運な年であった。科学アカデミー主催のモンティオン生理学賞のコンクールで彼は寮の成績を得た。それはジガバチの本能と変態の研究で、その年の 自然科学と動物学年報に掲載された。このテーマは、後の昆虫期へと大きく展開していく。1856年9月1日に書かれた未発表の観察日誌は、昆虫期の文学帳とは異なり、第一試験館、穴鉢の小室から取り上げたコオロギ。第二試験館、穴鉢から取り上げたコオロギ。第三試験館、自分の目の前で、 穴鉢が刺したコオロギ。といった文体で、麻痺によるし、触覚、大顎の拍動について長くて詳しい記述が続いている。また時には最も観察に困難な場所での微妙な実験をすることもある。例えば、7月23日の書き込みには、数種のマきシめの捕食昆虫を観察するために、すぐそばの台地で守備隊が的に向けて、 射撃の訓練をしているイサールの森に行った。たくさんの土鉢のオスは看板に地面近くを飛んでいる。少数のメスはかなり強い風に煽られて、時々地面に叩きつけられては頭をしばらく下げたまま動けないでいる。それを見たオスは急いでメスの上に飛び降りるが、無限にも追い払われる。この出来事は射撃の採点者の防御用のお山の少し前で始まった。 冬にこの辺りを掘ってみれば必ず土鉢の眉が見つかるはずである。コルシカから戻ったファーブルは、情熱の対象である虫の観察を再開し、気候が良くなると、アビニョンの郊外の田園やガリック、カシの砂地などを徘徊し続けた。そしてしばしば妻のマリセザリーヌを伴って戻る、カルパンドラの近くでは、彼は何年か前に、 マクシメの特に土すがりの習性を発見した時の感動が蘇ってきた。まさにこの時期にファーブルの昆虫学の研究に大きな影響と向上をもたらすことになる出会いがあった。以前からファーブルはランド地方の医者で広い視野の昆虫学者レオン・デュフールにいくつかの出版物を通して関心を寄せていた。正確には1855年デュフールは 国立動物学会年報に、ファーブル氏の土すがりについて一言と題した記事を書いた。こうして二人の昆虫学者は1856年から、レオン・デュフールが亡くなる1865年まで、文通が続けられた。デュフールは、マクシメの昆虫が獲物である玉虫を、不動でしかも生きたまま保持する秘密は、保存液によるものだと推測していた。これに対してファーブルは、 極めて緻密な観察に基づき、神経中枢が破壊され麻痺している犠牲者を持ってきて、立証してみせた。この実験に基づいてファーブルが発表した論文は、フランス学シーンでも高く評価され、デュフールもファーブルの論文に感心して、ファーブルを激励する手紙を自ら書き送ったのである。以来、二人の自然科学者は、お互いに深く尊敬し合う間柄となった。こうした、 ファーブルの動物行動学上の発見は、アビニョン、オランジュ、そしてセリニャンのアルマスで数十年間も続けられた。私たちは未発表の多くの記述を読んで確認しているが、ファーブルに悪意を持っている人々が主張しているのとは、逆に彼は研究の対象である虫の種名については、非常に正確さに気を使っていた。大都市からほど遠いアビニョンであるが、アルマスはもっと孤立しており、 ファーブルは定期的に科学者の社会と接触を保っていた。これはファーブルが熱心に書き綴った極めて豊富な行進が立証している。日誌を手にした自然科学者がいろいろの探査に歩き回った1856年から1857年にかけてが彼の研究の外観を形作った時期であろう。この日誌を読むと作家を借り立てた発見への熱情が ひしひしと伝わってくる。日誌には、ファーブルが1856年8月と9月に、レオン・デュ・フールに送った、いろいろな昆虫見本のリストと、スワマーダムシとカトルファジュシの記事の写しを送ったことが、書かれている。しかし植物学が忘れられていたわけではない。例えば、1856年7月22日には、オプンティア族のオシベの動きのオリジナルな観察が書いて、 ある。また、オフリス族についてはいくつかの最終リストが記録されている。ウリカ植物の巻き髭とその動きや話し傷を描いている。同じく1857年の日付のある覚書には、数種の巻きシめの花高鉢、土鉢、泥鉢、ドリジガ鉢に寄生する、ヒメ鉢、穴鉢のさなぎが、どのように、皮ノを脱ぐか、カブトムシメのハキリ鉢やドリが、 どのように他の巣を横取りするか、はきチアや鳥のサナギの生態の構造などの多くの記録が見られる。両親が住んでいるロベルティの農家に行く途中、彼は小さな盛んのルリジガバチの古い巣を記述しずにも描いた。数ページ後には巣の材料、ある虫が住んでいた壁の特徴、化学反応などの記述が後の昆虫記の真髄をなす。当時ファブルの注意を引いた事柄で、 彼が興味を示さなかったものはなかった。キノコにおいても彼は単に食べるだけではなくすでに金額者であったが、特にボークリューズの経済にとって重要でこうかな、トリュフの栽培に関心があり、1857年4月6日にはこのテーマでボークリューズ県立農業園芸協会で講演をしている。この研究発表はトリュフ栽培法の解説として出版された。 同じ時期、ファブルは自然科学だけではなく物理学、科学、宇宙形状学、文学など多くの分野に手を染めていた。中でも数学は自分の研究に大いに役立った。ファブルの日誌には生徒の父親のサンドランが息子宛に書いた手紙の要約が記されてある。君はファブル先生の平行線を再生する曲線という研究に触れているが、 君の優れた先生に私からの賛辞を伝えるとともに彼の研究に役立つかもしれない次の記事を渡してほしい。それに引き続いて全く同じものを再生する特性を持つ超越曲線の証明が書かれてあった。ファブルたちがソルグ川沿いのタンチュリエ通りに住んでいた時、二人の有名な植物学者との出会いがあった。カズとはアビニョンの出身で、 パリのビルモラン種苗会社の植物栽培部長、テオドール・ドゥラクールであった。ほどなく、彼とは真の友情を結ぶことになる。二人は植物を語り、輸入によって、日々大幅に増えていく、庭園栽培の花の種類について話し合った。同じくファブルたちが喜んで迎えたのは、ベルナール・ベルロであった。彼は卓越した植物史学者で、 国立自然史博物館の植物栽培部門の最高責任者であった。ファブルは忘れがたい。番という登山に、この二人のパリジャンを伴い、途中一行は霧のせいで断崖から落ちるところであった。当時この山へはラバを使って1日がかりの登山であり、下山もほとんど同じであった。この遠足は昆虫記の中で面白く語られている。 1865年6月には、優れた科学者、ジャンバキスト・デュマの助言で、昆虫学の問題に監視意見を求めるべく、パスツールが、ファブルを訪ねてきた。フランスでは、養蚕産,産業がちょうど繁栄していた時期であり、ボークリューズでは解雇に、深刻な病気が発生し、1849年から、被害は広がっていた。病気の解雇には黒い小さな斑点があることから、 ペブリン病と呼んだが、その本当の原因は微小藻類によるものであった。パスツールは腸の生態や昆虫の生殖に関しては全く知らなかったが、カイコガについての知識ももちろん皆無であった。そこでファブルは彼にカイコガのことを教授した。パスツールは簡単な解決方法、つまり健康なカイコガを病気のものから選別することを発見した。 それだけで伝染病の蔓延を食い止めることができたのである。ファブルの生活はまだ苦しかった。時には大学で教える道を考えたが、当時の大学教育には個人財産と後ろ盾手が必要であった。それがなければ、礼服に隠れた貧乏で大学で正式に昇進する見込みはないと誰かに言われた。ファブルは知識階級の豪華圏欄には貧乏な我々脇を つけよう。と、ある自陣に話している。ファブルは総意に富んだ才能と、専門分野の科学の研究を使って、染色産業で収入を得ようと考えた。染料の赤根は、ボークリューズでは格別重要な収入源であった。赤根の赤い色は、軍の不評の制服の生地を染めるのに使われた。アビニョンの一番風情のある遊歩道には、この地方に、赤根を導入した。 アルメニア人のアルテンの像が通りを見下ろしている。アビニョンの郊外で栽培されたパルスと呼ばれた赤根の赤い根はフランスでは最高級品であった。残念ながら自然染料の品質は不正を働く人々によってだんだんと落ちていった。ファブルは赤根の品質を検査する方法と抽出法を開発した。四つの特許を取得した。彼はこれで少しは 経済的に楽になると考えたが、やはり、福の神とは縁がなかった。1868年には、グレーブとリーベルマンの二人が、アントラセンから、合成アリザリンの製造に成功した。それによって一挙に、農家の重要な収入源や栽培に関するファブルの、アカネの研究は水泡に返した。科学者としての歩みの中で、彼の人に教えるという才能が、 多くの出来事によって開花していった。彼の優れた教育者としての才能は、特に18年間というアビニョン時代の多くの出来事を通して発揮された。ファブルは教師の勤務表情に来校した私学会のビクトル・デュルイを教室に迎えた。ファブルは、たちまち彼の雄弁さと外白な知識に魅せられたが、デュルイもファブルに好意や友情さえ感じていたことを後になって知った。 1867年のある日、サンマルシアル教会の灰院にあった自然史博物館の自分の研究室で、赤根の研究をしていたファブルの前に突然、史学館だったデュルインが現れた。彼は1863年から文部大臣になっていた。高等師範学校での貧しい校員の息子であったデュルインは意欲的に文部行政を指導していった。彼は、 ファブルの多方面にわたる研究のことを知っていた。この訪問によって、ファブルはパリに召喚され、そこでデュルイによって、レジオンドネル勲章のシュバリエ賞を授与された。シュイルリー宮殿に伴われ、皇帝に接見したファブルは、ナポレオン三世の巫女の家庭教師に押された。しかし、彼はそれを辞して、アビニョンに急ぎ帰った。デュルイの影響によって、 大人のための教育方針が確立され、農村における学校の充足と女子教育の向上、教育の無償化のための法律が1867年8月10日に発布された。デュルイが示したこれらの政策理念はファブルの思想と全く一致していた。1869年頃デュルイはファブルに誰でも受講できる夜間学級の開設を依頼した。 この授業はすぐに実施され大変な成功を博した。生徒には、あらゆる分野の人々がいたが、多くの農民に混じり億後の詩人ルマニーユ、フレデリック・ミストラル、哲学者であり、数学者の英国人、ジョン・スチュワート・ミルなどがいた。教科の中で特に植物学は人気が高かった。その授業がある夜は、サンマルシアル教会の机は、 オークリューズの村々から若い女性たちが持ってきた花で埋まったと言われる。この夜間授業について後にファブルは次のように書いている。私は信念を持っていたのですべてを出し切ることを厭わなかったが、これほど熱心で夢中な超高生を見たことはない。授業のある日の特に植物学は祭りのようだった。近代の温室から持ち寄られた多くの花の山で机は隠れてしまった。 しかし、第二皇帝の統治下で、デュルイの発案によるフランスの教育の民主化は猛烈な反対にあい、1869年には彼を辞職にまで追い込みだ。まもなく皇帝は失意し社会は混乱に陥った。文部大臣の指揮の下で、ファブルが行った新しい教育法に対して陰謀が加え立てられた。 ファブルはパリの高等師範学校から秩序を破壊する教育法だとして求断され、生徒たちはそれに憤慨した。最近まで女子教育は修道所に任されていたが、突然ファブルの授業は花も受精することを教えた。ファブルたちが住んでいた家の家主は、アビニョンの最も教会寄りの人々であった。ある日、執行理が家に来て、 この月のうちに家を出て行くように勧告した。これは家族にとって大変困難な状況であるが、反対にファブルにとっては自由を得たことになった。アビニョンの帝国リセで18年環境職にあったファブルは、その間一度の昇進も昇級もなかった。このことについて彼は書いている、大学の学士免状を何枚も積み重ね、4分の1世紀の 間の貢献に大使賞賛も受けたが、私と私の家族は1600フランという金持ちの馬蹄よりも少ない額を受けていた。これは教育に関しては当時恥ずかしいほどケチであったからである。それにお役所が無用な書類にこだわったためでもある。私は正規の教育を受けていない独学の徒である。この教師生活の辛い試練を本の中に忘れようとした。 ファブルは教職以外に1866年からアビニョン市立自然史博物館の館長であった。1851年からこの博物館はファブルの友人であったコエスプリ・ルキアンの名前を関してルキアン博物館となった。1870年にファブルがセギアン出版社から出したアビニョン周辺で観察したカブトムシメの昆虫という小さな本は ルキアンに検定した。この本は厳密な体系学の調査研究であるが、実用的でもある珍しい本である。この素晴らしい自然史博物館は、動物学の豊富なコレクションや、植物界、動物界、鉱物界の多くのものが収集されていることで、知られている。現在でも、ここの植物標本はフランスにおける一番豊かで、興味のあるものだと言えよう。ファブルがいた当時、 カルベ美術館はまだ隣にはなく、本館に続くかなり広い植物学公園が館長の管理のもとにあった。ファブルはこの博物館2873年まで勤めた。アビニョンの滞在が悲劇的な終わり方をしたとは言うものの、この土地でファブルは多くの出来事を通して自然科学への道を決心した。彼の主な昆虫学の発見の中で特にまくしめの 捕食中の発見は、アビニョンが始まりであった。モンティオン賞に加えて科学アカデミーは、当時の学者の先望の的である、トール賞をファブルに授与した。またファブルは、アビニョンで自分で教科書を作るといった新しい教育法を編み出し、それは教職を知りくまで続けられた。オランジュ、教育作家ファブルは生活費を工面する必要に迫られた。ジョン・スチュワトミルは、 真の友情を示し、彼に救いの手を差し伸べた。スチュアート・ミルは、借用証書や担保などの一切の形式を拒否して、一時をしのぐための三千フランをファブルに対応した。しかしファブルは、今や彼にとって重要となった教科書の執筆を続けるためには、収入を伴う仕事を始めなければならなかった。シャール・ドラグラブのおかげで、青少年のために彼は、 昆虫学や総合教育のシリーズ本を書き、その膨大な作品は他に類を見ないものであった。これらの作品が成功した要因は科学的であるとともに文学的な広がりを持っていたからである。特にこのことについて、ファブルは昆虫期の中で書いている哲学を語る前にまず生きなければならない。中には私の文体には総合さ、もっとはっきり言えば、 学者風の味気なさがないと言って非難する者がいる。彼らは楽に読める文章は全く真実を語る本ではないと思っている。もし私がそれを信じるならば、難解でなければ深いとは言わないのだ。そうだとも、私の表現は、気触りも空虚でもなく、観察したままを記録したもので、それ以上でもそれ以下でもない。私の本心を言おう。 イノシシたちはきれいな泉の水を濁したのだ。若者には、うってつけの自然科学という学問は、細胞や、原型質などを押し付けたがために、不愉快で忌まわしいものになってしまった。時に、私が何かを書くのは、本能の難しい問題を少しでも解明しようとする学者や、哲学者、特に若者のためであり、書くもあなた方に剣を感じさせてしまった、自然史を、 好きになってもらいたかったからである。それで私は真実という厳正な領域に止まってあなた方の残念ながらしばしばヒューロン語のような科学的文体とは無縁でありたいと思っている。それは心情の表明である。ファブルは虫の研究と多くの分野の教科書が出版できるこの新しい生活を最終的に選んだ。彼は今一度 不運から幸運を引き出す能力を示した。アビニョンの不幸な出来事は、ファブルに、不当不屈の意志で自分を向上させた。それは自分に打ち勝つチャンスである。このような真理は人々に、尊敬の念を起こさせ、それがおそらく極東の特に、日本人に感銘を与えたのだろう。ファブルの考え方は、儒教の厳格さと神道の自然の掟への深い理解を合わせ持ったものである。 ルグロ博士は、ファブルの伝記を二つ書いた。最初の本の扉に、デフィモアズエクスクエルザ、底辺から頂上へ、と、ファブルの人生を要約して書いた。ファブルが様々な不幸に打ち勝って開花していったことは、事実である。自分の研究と、今や重要な伝達手段となった、教科書の執筆を、同時に快適に続けるためには、それにふさわしい環境が必要であった。 その点について、ファブルの要求は大きかった。オランジュに移り住んだ当初ファブルは、家族の知り合いで友人のリペール博士のところへ、迎えられた。その間マリー・セザリーヌと5人の子供は、カルパントラの彼女の実家に戻っていた。ファブルは、友人宅につまりお客として滞在していた。どうやって彼が、このような状況のもとで、自分の研究を満足させうる環境を、 再建することができたのか、想像するのはかなり難しいことである。それにリペール家はかなりブルジョアの生活を送っていた。学校という拘束からついに解き放たれたファブルは自分の時間を昆虫の習性に合わせることしか考えなかった。かなり早期に彼はこの家を出て、家族と共にオランジュ市のコルドリエール広場に家を借りて移り住んだ。この新しい住居の良い点は、 古代劇場の近くにあり、かッてファブルが古代文化と歴史に興味があったことを私たちは知っている。しかし、不都合なこともあった。ここは自然からほど遠く、想像しかったので、静かに自然史の研究に没頭することができなかった。やっとファブルはキャマレに向かう道路のラビナールドに立派な屋敷を借りることができた。ここは、 彼の昔からの夢の一部が叶えられたところである。17世紀の終わり頃に建てられたラビナールドは広大で静かであり、家族全員が一緒にのびのびと暮らしても、ファブルの思考の妨げにはならなかった。この家は町外れにあり、広い敷地に囲まれ、オランジュに向かう道路までの間には素晴らしく大きなプラタナスの並木道があり、反対側の遮るものもない景色の中には、 バントゥさんが見える。ファブル夫人と大きくなった子供たちは町にも遠くなく、ファブルはいながらにして草を探したり虫を追ったりすることができる。ここで昆虫記の一巻目は書かれることになる。ラビナルドはクルテゾンのエティエヌ・ヴィナールが17世紀の終わりに住んでいた家である。ファブル一家は1879年までの約9年間ここに住んでいた。この年に 昆虫1十巻の作品の一巻目が四人で、ファブルはそれに昆虫学の思い出と題することを望んだ。このオランジュ滞在は中世の住家であるアルマスの生活のひな型のようなものであった。猛烈な努力の甲斐があって彼はそこに出来得る限りの自然環境を整えることができた。日当たりの良いガリグは家の近くにあった。 ルキャン美術館とその植物公園を1973年に退職したファブルは敷地内に小さな植物園を作った。忠実な友人であるベルロとデラクールはよく家によりいろいろな珍しい植物を持ってきてくれた。アドリアン・ガスパランによって持ち込まれたマクルーアラ・オーン・タイアカの木は今でもアルマスの庭に残っている。ファブルは近くの英グ側の水の引いた河原石のある お奇跡層で、カルパントラ時代に、レオ・ミュールの本で出会った、サカンバチのチャラコドーマ・ムラリアを見つけた。この虫の行動範囲を知るために、もう20歳になった娘のアントニアと17歳のアグライの助けを得て何度も観察を繰り返した。家の側にあるナヤの屋根の縁にシシリア泥塗り花バチ、チャラコドーマ・シキアラ、ガスを作っていた。全く幸運であった。 巣に届くようにはしごを壁に立てかけた。娘のアグライがこれに登って、最初のスガルが戻ってくる正確な時間を確認できるようにした。蜜蜂が出て行く時間と戻ってくる時間を比較するために、暖炉の上のおけ時計と自分の腕時計を合わせた。このような準備が終われば、私は四十匹の捕虜を持ってエグ川の奇き積層で壁塗り花バチが仕事をしている地点に赴いた。 この塔では、レオミュールのサカンバチの観察と、シシリアサカンハチを話すという二つの意味があった。このシシリアサカンハチが戻ってくる距離は4 0トルで、ある。植物学の優秀な女子は、家族の中にいた。アビニョンで1862年に生まれた息子のジュルは、ビナールドに来た当時10歳であった。5人の子供の中で、父親の研究に一番興味を示したのは、 幼いジュルである。ファブルは彼に真の後継者を見た。植物、花、虫についての関心は無類のものであった。ファブルは子供の教育の重要性を認識しており、多くの時間をそれに費やしたが、ジュルはとても感性が豊かであった。彼は目を閉じていても、植物に触り、香りを嗅ぐだけで多くの種を言い当てたという。火が短くなり、 夜梅や雨がガリックを生き返らせた時などには家族でキノコ取りに行った。短名なキノコは記述だけでは十分ではなく、ファブルは手に入る限りのキノコを水彩画に描き始めた。彼にとって金額はほとんど本による知識であったが、キノコの絵は少しずつ増えていった。オランジュから県道を北東へ7キロメートルを行くと、ブドウ畑の上にセリニャンの屋根と、 オード色の壁が現れてくる。東方には、特にミストラルが吹き荒れる時には、ファブルの愛するバンテさんと、その前のひどく侵食された、真っ白なモンミラー湯のギザギザ方の輪郭が、くっきりと見える。この地方は、クレレット、グルナッシュ、イザベル、ジャッケズといった品種のブドウ栽培で知られていた。19世紀の終わりには、この辺の住民は特にブドウ、それに、キートの年始。 オリーブ油で生計を立てていた。この村は今日でもまだ、ほとんど昔のままの姿を止めている。ファブル夫妻は、セリニアンの外れに売りに出された辞書があるのを知ると、すぐ見学に行った。そこは、近所から離れており、セミや夜中グイスの鳴き声だけがうるさいといったところだったので、彼らはたちまち気に入った。そこで年月の初めには、 少々に署名し、待つこともなく、そこに移ってきた。これが、最後の引っ越しで、新しい世界での長くて豊かなエピソードの始まりである。40年前さんレオンスを両親と出た時の苦難の方向とは、何という違いであろう。2年前、突然のジュルの死に、致命的な打撃を受けたファブルは、不幸で苦い人生の経験によってかつてないほどの強靭さを得た。やっと巡ってきた。 穏やかな新しい人生に毅然と立ち向かっていった。ファブル夫妻は、セリニアンの外れに売りに出された辞書があるのを知ると、すぐ見学に行った。そこは、近所から離れており、セミや夜中グイスの鳴き声だけがうるさいといったところだったので、彼らは立ちまち気に入った。そこで1879年3月の初めには、少書に署名し、待つこともなく、 そこに移ってきた。ホックエラトインボティス、これだ、私が欲しかったのは、と、ファブルは、昆虫記第2巻の導入部に書いている。この95アールほどの土地の大半は、何本かの木が植わった荒れ地で、虫や鳥の天国であり、それが、ファブル夫妻の気に入った。桃色の壁の美しい家は、東と西に独立した別館があり、大きすぎも小さすぎもしない。 ちょうどの大きさで、乾いた堅固な石灰室の土地に建てられていた。家の前には冷たい水を叩たたいた湧き水の池があり、夏になると両生類やあらゆる小さな生き物がお客であった。窓の前の2本のプラタナスがなかったならば、家の中の料金は吹っ飛んで夏の暑さに苦しめられるだろう。こういったものすべてが幸福と施策の隠れ家を構成していた。 ファブル夫人と娘たちは素早く家の中心部を占領した。彼女たちは内部を快適に改造するためにいくつかの素晴らしい作業をした。女性の手は国種やミストラルが吹きつけるしつこい寒さを遮断するためにたちまち必要なところにカーテンを取り付けた。昆虫学者の要求の答えたこの素晴らしい自然環境と条件について少し話す価値があると思う。 ファブルは科学者となってからずっと幸せな家族が寄り添った静かな環境の中で昆虫学の野外実験場を作ることを望んでいた。孤立した生活は家族のつながりを緊密にしたと言える。一見ファブルには孤立したいという欲望と同時に他人に自分の意思を伝えたいというある種の領義性が見られる。アルマスの新しい生活の中で家族を除けば友人たちは 大きな位置を占めていた。思索的だが、楽天家でもあり、時には不愛想なこの繊細な神経の持ち主は、アルマスで静寂だが孤独ではない生活を送った。ファブルは人であれ、場所であれ本物を求めており、彼の価値観は他人のそれとは異なっていた。アルマスの門は友達には開かれているが、それ以外には誰も入ることができなかった。半世紀もの間待ちわびた。 この条件と場所で彼の作品は作られていった。ここなら通行人に邪魔されることもなく自我鉢や穴鉢に問いかけたり難しい対話を実験を通して質問したり答えさせたりすることに専念できる。ここならば時間を食う遠征や忙しく動き回って神経をすり減らすこともなく攻撃の作戦を練ったり罠をかけて毎日いつでもその経過をたどることができる。 ホック・ベレット・イン・ボティス。そうだ、これが私の願いであり、温め続けてきた夢であり、いつも未来の曖昧さの中に紛れていた夢であった。セリニアンにあるアルマス・ドファーブルの庭1879年、56歳の時セリニアンに移り住んで、後に最初の妻、マリーを病気で失い、1887年、64歳で23歳の 村の娘ジョゼフィーヌ・ドーテルと再婚する。年齢差40日いこの結婚が、保守的な村人から、あまり祝福されなかったことは、想像に難くなく、結婚後しばらくの間アルマスの屋敷に、石が投げ込まれることもあった。もっとも再婚した妻との間にも3人の子に恵まれ、家族は8人の大女体となる。ファーブルは、防災マリーとの間に7人。 5歳のジョゼフィーヌとの間に3人と生涯で10人の子に恵まれたが、最終的にマリーとの子6人に先立たれた。前述にもあるように、1877年に、ファーブル同様に昆虫や植物に傾倒していた、ジナンジュールに先立たれた衝撃は、とりわけ大きく、昆虫期、第2巻ではジュールへの献字を付している。ファーブルが自らアルマスと名付けた生理に、 アンの自宅には1ヘクタールの裏庭があり、ファーブルは世界中から様々な草木を取り寄せて庭に植え付けるとともに様々な仕掛けを設置した。以後、死去までの36年間、彼はこの裏庭を中心として昆虫の研究に没頭した。この時期にファーブルはオークジャクヤママユの研究からメスには一種の匂いがあり、オスはその匂いに惹かれて、 相手を探し出すということを突き止めた。試しに部屋に、メスのヤママユを置いて、一晩窓を開けていると、翌日60匹ものオスのヤママユが部屋を乱舞したという。ファーブルは、セリに、アミ15から徐々に有名になっていったのだが、年金による収入はなく、昆虫記他科学系猛暑の売れ行きも出版当初は、必ずしも、かんばしくなく、 さらには教職を辞しお金に苦労していた頃の話が有名になった後も噂として伝わったので極貧生活にあえいでいるとこの当時からすでに誤解されていた。しかしセリに安易15のファーブル家は極貧どころか使用人を雇える余裕すらあった。5歳マリエ・ジョセフィン・ドードルマリエ・ジョゼフィーヌ・ドーデルもそのようにしてファーブル家に雇われていた家政婦だった。 また終わりの住処となったアルマースも、もともとは陸軍旅団長という高級商工の館で、その地方ではお屋敷と呼ばれるにふさわしい邸宅であった。さらにファーブルが極貧にあえいでいるとの噂を聞きつけ、フランス全土のみならず、ファーブルがどこよりも意味嫌ったプロシアからすらも、多額の義援金がファーブルのもとに送付されたが、こうした人の情けを嫌う彼の性格もあり、それらはすべて、 差し出し人に送り返されている。この頃、ヨーロッパ全土に、ファーブルを救えという運動が起き、1910年、当時のフランス大統領レーモン・ポワン・カレはそれに、答えるように、ファーブルに、年2000フランの年金と、第5等のレジオンドヌール勲章を与えた。当時85歳を超えていた、ファーブルだが、最晩年にして、ようやく名誉を回復したが、自身は、 高齢と健康を損なっていたこともあり、横になったままの時期が多くなっていく。1912年、90歳、近かったファーブルは40歳年下だった5歳、ジョゼフィーヌにも先立たれている。さらに1914年に第一次世界大戦が勃発すると末息子のボールも徴兵されてしまった。1915年5月、すでに歩行も、ままならなくなっていたファーブルは担架に乗せられて、 アルマスの庭を一巡りする。同年10月11日、老衰と尿毒症のため死去。ファーブルはフンコロガシが大好きだったようで、昆虫期の第一巻はフンコロガシで始まり、後に再びフンコロガシの子育てについて追記している。その他のクソムシについても、子を守る行動などを詳しく記録している。また、ハチについては、多くの種の行動を記録した。特に、 カリバチの修正、狩りの方法などについて詳しく報告している。カリバチが獲物を麻酔することは彼の発見になるところである。また彼は塗り花バチを用いての基礎実験も行っている。自宅庭で飼育していた塗り花バチに塗料をつけて自宅から4キロメートルほど離れた河原で話し、どれくらいの蜂が巣に帰って来られるかを実験した。それらの研究を通して彼は 昆虫の行動を支える本能というものについて深く考えようとした。ファーブルは自分の研究した多くの昆虫について学術論文ではなく読み物の形で世に送り出した。彼には多くのファンがいたが、その多くは科学者ではなかった。1910年に開かれた感謝の会、ファーブルの日には、ロマンドラン、メーテルリンク、エドモン・ロスタンなど名だたる文豪が参加した。 彼に対してノーベル文学賞を与えるべきとの声があったほどである。ただ、そこで問題とされたのは、彼が見ていないこと、想像したことをも実際に見たかのように思える書き方をしている場合があることである。このような点で、科学者としてのファーブルを支持しない向きもある。他方、修正の研究というと、ただ万全と昆虫を眺め、それを記録しただけのように見えるが、 ファーブルは行動の研究に実験的手法を持ち込んだ点で先進的であった。飼育する場合でも必ず何通りかの対象を置いて信頼性を確保しようとしている。例えば土の中に巣を作る虫を観察するために瓶に虫を入れて紙で折って暗くしておく場合は外で植木鉢に巣を作らせ同じ時期に鉢をひっくり返し瓶の中と同じ。 状態であることを確認するという具合である。その態度は現代のナチュラリストよりもはるかに機械論的との表もある。カソリック教徒であったファーブルは他方で進化論に対して非常に強く反対意見を持っていた。昆虫期の中で再三そのことに触れており、特にチャールズ・ダーウィンの祖父エラズマス・ダーウィンの関連的な進化論には強い批判を記している。 ファーブルは、チャールズとは、信仰があり、チャールズも彼を、類いまれなる、観察家と高く評価したが、彼は、進化論への批判をやめなかった。ファーブルが行った、批判の一つに仮鉢の例がある。例えば、進化論へのお急と題した章がある。ここで彼は、進化論を、現実から乖離させた概念のお遊びであると批判し、具体的な問題提起として、 穴鉢の例を挙げている。彼の知る何種かが禁煙であることは、携帯等から明らかであるから、進化論的にはそれらに共通祖先があったことが、想定される。しかし、現実の種はそれぞれに別な固有の獲物を狩る。では、それらの祖先は、一体何を狩っていたのか、と問い、もし祖先の中から特定の獲物を狩るものが出たのだと、すれば、 祖先はそれら全部を獲物の選択肢にしていたことになるとすれば、多様な獲物を狩れる中から限られたものしか狩れないものが出てくるのでは、明らかに進化しているものの方が不自由であり、変であると論じる。もし、祖先がある一つの獲物を飼っていたとしても、そこから現在の様々な種が出る間には、複数種を狩れる段階があったはずであり、同じ問題を生じる。狩り鉢は、 その種によって、特定の芋虫などの昆虫を捕まえ、幼虫の餌にするために神経節を針で刺して、麻酔する。そのために、決まった種の芋虫を決まった場所で探し、見つけたら、決まった方法で攻撃し、決まった場所を針で刺さねばならない。しかも、昆虫は、学びもせず、それを生まれつき行う。もし、これらの行動のどれか一つが欠けても、 この昆虫の修正は完成しないのである。だとすれば、進化する途中の狩り鉢などあり得ないのではないかというのである。ファーブルが進化論に対して抱いた疑問は、狩り鉢の強食性に対するそれのような的外れなものもあるが、何よりも現実の生物の観察研究に裏打ちされていたという点で、進化論への鋭い洞察力のたまものであったと言える。 1865年に微生物学者のルイ・パスツールが、カイコの病気の研究を行うことになったとき、ファーブルを訪ね、カイコについての基礎知識を得たという。ところが、パスツールはその時までカイコの眉は、カイコの幼虫がサナギになるために作るものだという、ことすら知らず、眉の中にサナギがあることをこの時初めて知ったので、ファーブルは、大層驚くとともに、 そこまで基礎知識を書きながらも解雇の病原体の研究に挑もうとする万有にむしろ感動したと昆虫期の中で述べている。しかし、すでに学者として社会的に成功していたパスツールは、この時ファーブルがどんなところに住んでいるかを実験しながらも、酒蔵を見せてくれと場を読まない話題を振って、ファーブルに少々気分を害させてもいる。その後、パスツールは、 カイコの微粒子病病原体を発見している。金学者、ジャン・アンリファーブル。実際には彼をこう呼んでも別に驚くことではないのだが、かの有名な大作である昆虫学の著作に隠れて彼がキノコに興味を持っていたことはほとんど知られていないからである。いつの時代にもキノコは人に不思議な魅力を感じさせてきた。ギリシャ・ローマ時代の作家たちはキノコについて、 多くの突飛な理論をでっち上げたし、また今日でも自分の庭にキノコが生えているのを見ると嬉しい驚きを覚える。さらに森の小道などでふと遠くにキノコを見つけて駆けつけ、ああ、つまらない竹だけだ。とはしげにしたとしても、それもやはりキノコに見せられた証だと言えよう。私たちでもこうなのだから、自然に対する旺盛な好奇心の持ち主のファブルがキノコに 大きな関心を持ったのも全く当然であり、もちろんそれは幼い頃からであったとファブルは晩年語っている。穴を開けた箱に三座氏の仮称を敷いて小吹小金と花ぐりを頂点になって飼っていた子供の楽しみである虫とほとんど同じくらいに小鳥もまたその巣だの卵だの開いた黄色いくちばしだのが たまらない誘惑であったが、同じくキノコも、その様々な色彩で幼い頃から私を、引きつけていた。やっとズボン釣りをつけ始めた頃の、そしてチンプンカンプンの文字がどうにかわかりかけてきた頃の、無邪気な少年であった私が、初めて見つけた鳥の巣と初めて摘んだキノコを前にして、胸が高鳴ったのを今でも思い出す。子供にとって、重大な出来事を語ろう。オイルと、 昔のことを話すのが好きである。小川の向こうには、幹が柱のようにツルツルしたブナの林がある。道たる枝ぶりの豊かな葉の茂りの中では、端細ガラスがガーガー鳴いたり、新しく生え変わった羽に混じる古い羽を、翼から引き抜いたりしている。地面は、苔の絨毯で覆われている。この柔らかい敷物の上に足を数歩踏み入れた途端、 離れた鶏が産み落としていった卵といった風情のまだ傘の開いていないキノコが見つかる。これが私が初めて取ったキノコであり観察力の目覚めとも言える漠然とした好奇心からその構造を調べようと指の間に挟んで裏返したり戻したりした最初のキノコである。やがて大きさや形や色の異なる別のものが見つかった。それは 初心者にとって全く目のご馳走であった。釣り金形、ろうそく消し、コップの形に細工したようなものがあった。また防水型に引き伸ばされたり、ロートのように真ん中がくぼんでいたり、半球形のように丸いものもあった。また別のキノコで、たちまち青色に変わるものも見つけた。腐って、ウジがうよいよしている、崩れかかった大きなものもあった。また別のものは、 用なしの形をしており、カラカラに乾いて、てっぺんには丸い穴が開いている。指先でその腹を軽く叩いてみると、この穴は煙突のように煙を吐き出した。これが一番奇妙なキノコだ。中身がなくなってほとんど加工のようになるまで、いつでも好きなだけ煙を出させられるように、ポケットに詰められるだけ詰め込んだ。この寒気の林の絵も言えぬ、楽しさ。何回も私は、 この最初の幸運な発見をした場所に戻っていった。そこで私は最初のキノコの授業をハシボソガラスと一緒に受けたのである。私が採集したものは当然ながら家では受け入れられなかった。キノコつまりプロバンス語のブートレルは中毒を起こす悪い奴だと皆が言っている。母親は詳しく知ろうともせず、初めからキノコを食卓に寄せ付けなかった。 こんなに感じの良いブートレルがどうして皆が言うようないたずらをするのか私には全くわからなかった。しかし両親の経験を聞き入れたのでこの毒殺者との軽率な関係からは何の危険も生まじなかった。このブナ林ヤへ何回も通っているうちに私はそこで見つけたものを三つのカテゴリーに区別することができた。一つ目はこれは かなりの数であるが、キノコの下側に放射線状のひだがあった。二つ目は、仮面がやっと見分けがつく小さな穴だらけの厚いクッションで裏張りをされたものであった。三つ目は、猫の下の乳頭突起のような小さな差しで覆われていた。記憶を助けるための整理が必要であり、私は一つの分類法を発明した。かなり後になって、何冊かの小さな本が手に入り、 それを読んだ私は、そこに、私の三つの分類法がすでに記されているのを知った。しかもそれらには、ラテン名さえついていたので、痛く私の気に入った。この分類は、私に、最初のラテン語のテーマとバージョンを与えてくれた、ことによって高貴なものになり、また司祭様が、ミサの時に使う、この古代の言葉によって、さらに輝かしくなったので、私のキノコに寄せる尊敬は、 一層高まった。こうして学者のように呼ばれるからには、キノコはきっと偉いに違いない。同じ本には私に煙突の煙出しを堪能させたキノコの名前が出ていた。それは狼のスカシッペと呼ばれていた。この用語はあまり私の気に入らなかった。なんだか悪い仲間の匂いがする。その横にライコファードンという品の良さそうな故障が見つかった。 しかしそれも結局は見かけだけであった。ギリシャ語の語源によればライコファードンとはまさしく狼のスカシッペであることを私は後になって知った。植物の名前には訳が適切ではないものが多い。植物学の古代の遺像は現在のものほど控えめではなく、時には品位を欠いた粗雑で大胆な言葉を保持していることがある。子供の探求心から一人、 キノコを知ろうと学んでいた、素晴らしい、あの時代は、なんと遠くになってしまったことか。エヘウ、フガーセス・ラビンタ・アンに、ああ、年月は儚く過ぎ去ることよ、とホラテウスは言った。おう、り。月日というのは、とりわけ人生の終わりに近づけば近づくほど、早く経ってしまうものだ。これらの思い出から、ファブルがキノコを、単に自然にある、ありふれたものとして見ていたのではなく、逆に、 彼にとっては心を傾けられる重要なことの一つであった。熱心な植物学者にとって、ここはうっとりするような地方あり、私は1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、いや1年、一人で、たった一人で、歌詞の上で泣いているハシボソガラスと、かけすだけを仲間として過ごしたい。苔の下に美しいオレンジ色、白色。 桃色のキノコが、そして野には、小さな花がありさえすれば、私は一時も退屈することはないだろう。ファーブルの時代は、南フランスで使われていた、オック語が、徐々にフランス語にとって変わられる時期で、ファーブルは、オック語の保護運動に参加しており、たくさんのオック語の詩や歌も書いている。アビニョンには、現在、ファーブルの功績を称えて、リュー・ヘンリホブレイと名のついた銅があるほか、 パリにも飲みの位置で有名なクリニャンクールに、リュージーン、ヘンリー・ホブレイ通りがある。だが、皮肉なことに、それら道を行き交うほとんどの人が、アンディ・ファーブルが誰であるか知らないと言われている。さらに、ほとんどのフランス人はファーブルが何者であるかを知らない、とも言われている。サンレオンのファーブルの成果と、銅像、ファーブルの記事である、サンレオンにも、ファーブルの功績を叩いて銅像が建てられた。 第二次世界大戦時に進駐してきたナチスドイツによって武器の材料として摂取されたが、その後レジスタンスによって奪還されて地中に取得され、今は彼の成果の庭に佇んでいる。なお、日本、韓国、中国、ロシアなどでは、ファーブルの昆虫記を題材にした子供用の本が発行されていて読まれ、彼の名は一般大衆に広く知られている。しかし、 フランス、ドイツ、英米などではそういった本はなく、彼の名はそれほどよく知られていない。日本語ではなぜ、アンリファーブルと呼ばれるようになったかは不明。ありがとうございます。